こいつでぶん殴られてえのか。準備完了。いつでも出撃可能よ。任務か。俺も連れてってくれ。助けがいるなら俺を呼べ。遅すぎる。武器を捨てろ。せど終わるわ。お前には黙秘権がある。俺がやる。手だらけ。あんたは駆られる側。はっ！うわっ！はっ！やっ！はっ！はっ！はっ！動け！こんな気持ちよ。
逃がさない。武器を捨てろ。犯罪者め食らえ。俺の番だ。ターゲット確認。じゃあ遠慮はなしだ。どっち？お前には黙秘権がある。まだまだ気を抜けそうにないな。チャンスよ。あいつについて。指示に従うわ。消えて。いい球ですわ。全員逮捕する。こんな犯罪を許しはしない。抵抗は無駄だ。バギュッイエー。フリーキック。チャンピオン。じゃあ遠慮はなしだ。フリーキック。改心して真っ当に行けよ。俺の番だ。Yeah.
制する。ターゲットを排除する。フッフッ、受けて、俺に任せとけ。いや、そら、はっ、フッフッ、ターゲット確認。まとめてやろうよ。こいつでぶん殴る。あら、プロ騎士さん、ご機嫌ようですわ。
長、手伝いに来た。現場をうろうろするな。はっ、やっ、そうだ。こいつでぶん殴ら…あら、プロ騎士さん、ごきげんようですわ。
あ、プロピシさん、ごきげんようですわ。おい、あたしを見くびるな。治安局からメッセージだよ。デジタル営業ライセンスを速やかに更新するようにとのことだ。リン、まさかとは思うけれど、スパムとしてゴミ箱に放り込んだりしていないだろうね。してないってば。さ、出かける準備をしようっと。お兄ちゃんも来る？取り扱っている最寄りの文書はルミナ文書か。今行けば窓口が開いている時間までに着けるだろう。主演よ、新たな報告が。これは失敬。
続けたまえ、主演班長。はっ。今回の作戦目標は山地氏組、荒ごとにたけもっぱら暴力犯罪に関与している武装集団です。リーダーはレイザー、自身の戦闘力と狡猾さで血の気が多く、攻撃的な構成員を多数取り込んでいます。特に彼女は直近において山地氏組の犯罪計画で幾度も重要な役割を果たしており、急速に組織内で頭角を現しつつあります。彼らが本作戦の目標です。まずは少数の精鋭部隊による突撃をもって組織の中心メンバーを叩き、山地氏組の弱体化を図ります。班長、俺質問が。どうぞ。山地氏組は荒ごとに長けてるとのことでしたが、命知らずの集まりとはいえ、その辺の強盗とそう変わらない連中ですよね。治安局として特別の警戒がいるほどでしょうか。中心メンバーを叩いていくより直接アジトを壊滅させてしまった方がいいんじゃないでしょうか。それはそうしたくともできないからだよ。少なくとも今はな。セス巡査、君の理屈も間違いじゃない。山獅子だろうとなんだろうと、治安局の前ではたてがみの長い大きな猫だ。恐るるに足らんよ。奴らの真に厄介なところはな、消えるんだよ。消える？うん、この無法者どもは犯罪のたびにホローを通って治安局の手から逃れ、跡形もなく姿を消す。我々は全面的な捜査を繰り返し行ってきた。奴らが活動しているとおぼしきホローエリアに対して組織を挙げたローラー作戦まで展開してな。惜しいかな、その全てはドローに終わっているが、君の報告遺憾ではそれも今日までだ。陳意治安官、バイロン長官殿にご報告申し上げる。情報部の誘導によりラマニアンホロー旧工事エリアで山獅子組のお尋ね者どもを捕捉したとのこと。突撃作戦を実行するならば今こそ好機ではなかろうか。わかった。我々はこの作戦に多大な時間と資源を費やした。主演班長、君はこの意味がわかるな。はい長官、存じております。よろしい。本作戦は君の班にかかっている。必ず成功させてくれたまえ。いいな。必ずや。コードネームデコイ、これより開始します。
何故2階で止まったのであろうか。3階へはロックの解除が必要と。カードキーをさ、見よ、なんとも粗雑な。バリケードのつもりであろうか。この程度その場しのぎにもなりません。セツ君、任せてください。壊すのが一番得意ですから。さあ、あっ、それまあ、全部に教えを考慮しよう。チャンス、やっ、ちょっぴーさんとか、やっ、やっ、やっ、主にした。全員対抗する。武器を捨てて。艦長、奴らカードキーは持ってませんでした。かように奥まった場所、こんなものまで。鍵があるとすればここである。対処してデータを回収しましょう。じゃあ遠慮はなしだ。任せた。直ちに抵抗を中止せ。ジタバタするでない。ブロンは、ピン、フン、ヤン、フン、フン、ヤン、ピン、フン。うむ、権限を見つけたら直ちにダウンロードするがよい。こっちにまだ山寿司組の連中が、うん、さあ、この先に人の気配が。待ち伏せに警戒を。真打ち登場であるな。警戒、二次の方向。上か。あやつが、こたびの標的。神妙にしろ。神妙にさせてほしい。いじられる順、この場で正してやろう。お前には黙秘権がある。剣を上げなさい。ジタバタするでない。油断した。ペース上げるわ。面白いわね。
首が出ちゃう。正面から任すのがいいんだろ。大嫌いなんだよ、そのズルしようって魂胆が。そう、あたいはあいにくズルが大好きなの。だからむやみに動きたくなかったんだ。見ろ、迷子になっちまった。捕まえろ。これはエーテル物質、気をつけ。足手まといになるだけだわ。治安局もいるのよ。余計なことせず引けましょう。待ち上げる。誰だ、来るな。市民に手を出すな。話してやれ。話せだ。なら、お前が変わるってのはどうだ。よし、即決だな。どうだ、よく似たったろ。知ったな。大警視、警戒を。司令班長、市民は3名、外傷なし。山獅子どもがおらぬ。バイロン長官の申した通り、またしても。待って、セシ君は。はい、現場にいたジェーン以外の親衛隊は拘束済みです。ですが、突如現れた市民のうち2名とセス巡査の行方が分かりません。証言では山獅子組の捕虜になった可能性もあると。了解しました。はい、前半装備を。して長官殿の指示はいかなるものであった。こたびの失敗に対する、さようか。言わずともよい、ついにこの日が来たというだけのこと。机のものを段ボールに詰め、装備を返却するとしよう。うむ、入局祝いの湯飲みは持っていてもよいであろうか。え、待ってください。先輩、先輩が想像しているような状況ではないですよ。作戦は失敗してなどいない。哀れな修縁よ、よほど答えたと見える。ジェーンとやらも含め山獅子組の親衛隊どもを逃してしまったのであろう。これを失敗と言わず何という。何、主は十分尽力したではないか。違いますってば。頭を撫でないでください。私の気は確かですよ。本当に作戦は順調なんです。少なくとも半分は。本来は全てが終わってから明かすはずだったんですが。先輩、山獅子組の突起事項は覚えてますか。隠れるのが得意で、ホロー内にある未知のルートを使い、私たちの追跡を何度も逃れてきました。アジトの発見も困難を極め、根絶が難しい。しかり、この盗人どもは山の獅子などと名乗っておるが、その実は穴蔵のネズミではないか。
今からでも遅くない。狩猟をネズミにすげ替えるべきであるな。それですよ先輩、さすがですね。実はもう分かっていたんですか？うむ、全く理解しておらなんだが、褒めてくれる分には一向に構わぬ。あれ？先輩が今言ったことですが、実はそれこそ上層部が長い間準備、彼らのリーダーをネズミにすげ替える。ふむ、ジェーン・ドゥ、治安局犯罪行動課外部顧問とな。こやつはこちら側の人間である。はい、ジェーンはずっと私たち治安局の協力対象であり、今回も内密に連携しています。彼女こそがネズミ、本作戦におけるデコイです。山地氏組内部に潜入したジェーンが組織の信頼を勝ち取り、上層部に取り入ることで彼らのアジトを明らかにする。これが本作戦の真の狙いなんです。大胆不敵な、とはいえ功を奏したようであるな。切望め、真面目が行き過ぎて融通が効かぬと思っていたが、あれでなかなか芝居上手だったというわけか。我は誠に捕らえられたとばかり。ほっほっほっ。ご本主演よ、ここは共に交渉。先輩、私は確かに作戦は順調だと言いました。少なくとも半分はとも。もう彼も巻き込まれた市民も意図してのことではありません。つまり彼らは本当に、誰だ誰だ、もヘッド けど決められた感覚でノックされないと開けちゃいけない掟で。ちんたらしてんじゃねえぞてめえ、今日来たばかりの新人か。ああ、ここってバレーツインズのフォローエリア。ご明察で、ジェーンの姉子は初めてでやしたね。ここは中継地点の一つ、アッシラのホーム、獅子のねぐらの最寄りでさ。ま、起きてじゃあボスがいいと言わない限り使っちゃいけないんですがね。そうだ、だからここを使うならボスの許可が。この俺を疑ってんのか。では俺様ならどうだ。うわ、ボス。あれは山獅子レイザー。中継地点の起きて、門番の起きて、山獅子組の起きて、どれも俺様が決めたもの。起きては守るためにある。貴様らはそうは思っていないようだがな。ボス、俺たち、私たち治安局に待ち伏せされたの。あっという間に囲まれてさ、突然だったからもう大混乱。急いでここへ撤退しなかったら、まだ何人かはあそこにいたかもしれないわね。ほう、そうですぜボス、俺たち治安官をとっ捕まえたんです。ほら、貴様がやったのか。それはジェーンが。ボス、
またまたジェーンの姉子のお手柄でさ。姉子が煙を焚いて治安官を足止めしてくれたんです。あっしらが脱出できたのもそのおかげってわけで。約束を守らなかったな、汚い連中め。捕まえたわけじゃないわ。このおバカさんは市民の身代わりに自分から人質になると言ったの。お人よしよね。よくやったジェーン。その時が来たら貴様は正規の親衛隊になれるだろう。おお。いいか、治安局の愚か者どもはまだ諦めないだろう。奴らの計画を調べる必要がある。貴様らはひとまずここで目立たないようにしてろ。安全にアジトに戻れるよう後で人をやる。いいな。はっ、山地万歳。どうして抜けられないんだ、こんな結束バンドごとき。力を無駄遣いしない方がいいわよ。あんたここに来る途中でチクッとされたでしょ。あれ筋弛緩剤だから、今みたいに立っているだけ十分すごいわ。筋弛緩剤だと、道理で力が入らないはずだ。罪のない市民に危険な五金製の品を使うなんて本当に最低な奴らだな。あら、残念だけど全員が撃ってもらえたわけじゃないの。あんただけの特別待遇。何？くそ、卑劣な真似を。普通の人は結束バンドをごときなんて言わないのよ。卑劣じゃなくて分別と言ってほしいわね。お前は頭も良くて実力もあるのに、どうして真っ当な道を歩まない。なんでギャングの仲間なんかやってるんだ。ふん、値を、ま、当然だ。お前のファイルには全て目を通した。ジェーン・ドゥ、最近山地氏組に加入し、優れた手腕と頭脳で組織内での地位を高めてる。今では親衛隊クラスの中心的メンバーだ。それから、ファイルを見る限りお前は典型的なギャングだ。狡猾で残忍、その上卑劣で手段を選ばない。けどそれだけじゃないことも知ってる。お前にはいいところもたくさんあるはずだ。だよな。あたいに聞いて。とりあえずそう仮定する。俺はそう信じてる。それに山地氏組の他の奴らと違って、お前にはまだ善良なところが残ってる。
残ってるよ。とにかくジェーン、お前はまだ選べる。真っ当な道に戻るチャンスがあるんだ。まだ遅くない。協力してくれるなら俺の個人的な信用を担保に治安局には酌量の余地を認めさせる。その上で公正な裁判を行うと約束しよう。これでどうだ？あんたセスよ。そうだ、それが俺の名前だ。それが何か。ちょっと奥に座ってるお嬢ちゃん、あんたよ、背中に何を隠してるの？私は。勘違いしないで。交渉の価値がある人質は治安官だけ。あんたたちがちょっとお手手足をなくしたところで誰も心が痛まないんだから。さ、何を書く。待ってくれジェーン、急にどうしたんだ。フォローで犠牲になった人の体でまずネズミにつつかれるのは目だって言うわよね。お嬢ちゃん、あんたの目は綺麗だから、きっとネズミたちが大喜びするわ。私は何も。これが最後よ。一体何を隠し。水だ、飲み水だよ。連行されてる道中残しておいたんだ。俺がそうさせた。攻めるなら俺を攻めろ。セス治安官、優れたエーテル適性と身体的素質があり腕も立つ。正直で善良、忍耐に秀でる。何が言いたいんだ。俺のことを知ってるのか。ちっとも知らないわ。けどあんたの長所は分かりやすくて、悪い人が喜びそうなものばっかり。正直だから嘘がつけない、善良だからすぐ人を信じる、忍耐があるから簡単には壊れない。あんたと協力することにあたいは希望を見出せないわ。だからもう小細工はやめて、おとなしくて利口な人質になることね。だってここで善良なところが残ってるのはあたいだけなんでしょ。こいつ。見張りはどこ？ここへ来て。ジェーンの姉御、お呼びですかい。人質をよく見張ってて。待遇は掟の通りよ。それとこちらの治安官さんには3倍のお水を差し上げてちょうだい。彼が飲みきるまで他の人質には一滴も飲ませちゃダメよ。なんだと？ほら、水が大好きなんでしょ？たっぷり飲ませてあげるわね。
調査を始めようかしら。目標はあそこね。他のエリアも探してみようかしら。高出力の警備用レーザー、無理せず回り道した方がいいわね。防犯扉だらけだわ。役に立つものがあるかもしれないわね。真新しい箱だわ。きっとギャングのものね。やっぱりね、そう簡単にはいかないわね。まっさらな権限カード、ラッキーね。試してみましょう。いいわ、開けてみましょう。このまま先へ進めそうね。このまま先へ進めそうね。制御端末、情報があるかもしれないわね。確かめましょう。やっぱりそう簡単にはいかないわね。このまま先へ進めそうね。先の道は行き止まりだったエリアの裏に通じてるよ。このまま先へ進めそうね。回り道成功ね。調査を始めましょう。このまま先へ進めそうね。あんたは深淵に触れちゃった。このまま先へ進めそうね。いいわ、開けてみましょう。また仕掛けがあるわ。迂回した方が良さそう。
これが最後のドアであることを祈るね。あんたは駆られる側。はっ、やっとここまで来れたわね。獅子のねぐらの手がかり、何か見つかるといいけど。
手続きが終わってから。ああ、お兄ちゃんだからそれもさっさと帰っていれば。戻って店内を一通りチェックした。そう。あら、ごめん。ど、二人はこ。なるほど。ごめんね。探しがいはありますね。あら、そうなの。よかったわね。あら、本当。とりあえず何かに。お兄ちゃん今。さて、何のというわけでお客さん。同居ホラー好きとしては。あのね、リン。へえ。まあ、あえて。静寂の谷。そうなの。まあ山じゃなくて谷だしね。ザ・ビッグホローは山って感じのシーンはちょっとしかないし、そこ自体はホラーでもなんでもないから、残るはポッターヒルだね。寒風吹き荒れる。あ、待ってく。お釣りはいらないから。うわ、まだ帳簿に名前。
Thank you.